平山城の霊平山城とは、平野の中にある山、丘陵等に築城された城のことを言う。江戸時代の軍学者によって分類された地形による城の分類法の一つである。同時で、平三次郎と読むものは、岡城のことである。戦国時代までは山城が主な防御施設として築かれていたが、戦国末期には平城と共に現れ始め、 江戸時代後期までに多数が築かれた。防御的な機能と成長の役割を合わせ持ち、両国支配における経済の中心的役割も果たした。江戸城、大阪城、姫路城、仙台城、熊本城などの金星城郭の大多数がこれにあたり、現在、日本百名城に選定されたもののうちでは、沖縄の首里城も含め51箇所ある。ただ、地形として、 丘陵と平地が明確には区分できないため、江戸城や大阪城は平城に分類されることもある。平山城の簡略図戦国期に見られた丘城は、絶城大地や小高い丘の上のみに縄張りが行われた城である。その丘城の麓に車を設けたものが、近世の平山城である。厳密な決まりはないが、渦のように麓の車が、丘陵に作られた車を囲む。 または付属する形であるものが、丸亀城や姫路城などに見ることができる。同じく、室町末期に普及し始めた平城と同様に、城下町を形成して、防御を図った。戦国末期の山城は山腹に、家臣の屋敷などを建てて、家臣とその家族たちを住まわせて、人質都市、上司も主格に屋敷を構えて居城した。上杉氏の春日山城や毛利氏の吉田郡山城。 小田氏の安土城などがそういった山城であった。中でも、安土城は、総石垣の車に、高層の天守や矢倉を立て並べ、後に、豊臣秀吉を通じてその定裁が普及し、金星城郭へ反映された。平山城が出現した理由には、中世、戦国時代までの刀や槍などを競り合わせる、個人戦から、戦国末期に普及した鉄砲が、 より遠距離の攻撃を可能にしたことで、集団戦へと戦法が変化したことや、大名の抱えうる動員数が従来の山城ではまかなえきれなかったことなどが考えられている。山城を改築、移築して、主要施設をより低地に移して、平山城に移行する場合もある。小田原城のように、山頂の山城と麓の城下町が規模拡張した結果、両者が一体化し、 大規模な平山城に移行した例もある。ありがとうございます。